本日は、えー、先日発売されましたメディチーナ5月号、えー、コモンディジーズの処方箋ファイル、えー、臨床経過から学ぶ20症例の、えー、ご紹介をしたいと思います、えー。本特集のエディターをさせていただきました、矢吹拓と申します。よろしくお願いします。えー、本症例はですね、えー、何と言っても、えー、コモンディジーズに特化した 問題集と言っていいんじゃないかなというふうに思っております。えー、実はですね、エディターとして今回私、えー、矢吹が話させていただいてますけれども、えー、私だけではなくて、自治医科大学の山本優先生、それから同じ栃木県のですね、中野病院の青島修先生という薬剤師の先生と3人でエディターをさせていただきました。えー、本書の特徴の一つとしてはですね、えー、問題形式になっておりますけれども、 実際中身を見てみますとですね、あの、まあ、このような形で見開きで、えー、問題があって、えー、隣にえ回答するような選択肢を選ぶような形で、1枚見るとまだ答えが見えてないような状態で問題が出てきます。で、あの、通常の問題集ですと、一つの問題を解いてという形になりますが、 今回あの、サブタイトルで臨床経過から学ぶと書いてありますけれども、実はその一つの症例がですね、その選択した後に、えー、まあ次の経過が出てくるですね。場合によっては初期診療がうまくいってその後の経過だったり、時には経過がうまくいかなくて副作用が出てしまったりとか、それから実は1年経過してその後こんな経過になりました。 みたいな形で、その後の経過を追うことができるんですね。コモンディジーズと言いますと、基本的には、<laughs> 急性期の病態もありますけれども、えー、長くお付き合いをしていくこともある病気ですので、そういった、えー、病気の経過を見ていく中で、陥りやすい様々な臨床経過やピットフォールについても、合わせて学ぶことができるっていうのが一つ大きな特徴かなというふうに思っています。えー、特徴その2ですね。 には、基本的にはエビデンスベースな質問を心がけました。今回、作文いただいた先生方は、各領域のスペシャリスト、専門領域の先生方といっていい先生方にですね、最新のエビデンスに基づいた回答を、問題を作文していただいたという形になります。現在、コモンディジーズのエビデンス様々出てきておりますけれども、現時点でのアップデートされた知識を学ぶのに最適な 問題になっているかなというふうに思っております、えー。実際ですね、3つ程度問題を作ってるんですが、あの、問題を作られたことがある方はわかるかもしれませんけど、3連問って実はとても難しいんですよね、えー。なので、まあ、もしかしたら読んでいてちょっとこれは無理があるなとか、至らない点があるかもしれませんけれども、まあ、あの、ぜひ、えー、そのあたりは、あの、ご関与いただいてですね、あの、楽しんでいただければなというふうに、 思っております <laughs> 最後にですね、えっ、ー、と、問題集といいますと、基本的には、正解が何なのかということを、まあ、当然問うていくわけですね。今回本書でも、正解はどれですって言った形で、正解を提示してるんですが、えー、ただですね、実は、エビデンスに基づいて確かに一つの正解を出すことは可能なんですが、 でも実は実際の臨床においてはその正解が正解でないこともしばしばあると思うんですね。で、今回はそういった臨床の経過を知る中で、もちろん一つの正解を導き出していくわけですけれども、その過程にある様々なこう枝ですよね。いろんな枝に分かれていったときに、そこに対してどのようにアプローチしていくかということを学んでいくことができるんじゃないかなというふうに思っています。 正解を選ぶことも一つ重要な点ですけれども、正解だけを求めていくわけではなくて、そこにある様々な選択肢や、えー、バリエーションみたいなものを、まあ、ある意味知っていただいて、えー、臨床がより楽しくなる、そのような一冊に,になればいいかなというふうに思っております。ぜひ、本書を手に取っていただいて、お楽しみいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。